はいどうもこんにちは、クリーダーバです。今回も、フォロワーさんから片付け依頼をいただきましたので片付けをやっていこうと思います。今回片付けしていくものがこちらになります。はい、こちら Z プロステータスの軟式用ですね、オーダーキャッチャーミットになります。こちらを今回は片付けをやっていきたいと思います。で、こちらのキャッチャーミットモデルが、読売ジャイアンツ小林誠司選手モデルになります。非常にオーソドックスなキャッチャーミットといった感じで、まあ、こういうね、今こういう形しているんですけども、ご要望としては結構ボックスに使いたいというご要望ですね。まあ、結構縦でこう使う系のこういうボックス、この字のボックスにしていこうと思います。ポケット位置などもね、この辺にご指定いただいているので、まあ、そのようにご要望に合わせた片付けをやっていこうと思います。で、今回こちらの片付けをやっていくんですけども、片付けの方法は芋みではなくてこちら、畠山の SF1 を使って今回は柔らかくしていこうと思います。せっかくね、オーダーのいいミットですので、まあ、ある程度硬さを残しつつしっかりね、最初のアシストができればいいなと思っております。それでは早速やっていきます。よろしくお願いします。はい、ということで片付けを早速やっていこうと思います。まあ、ご要望をもう一度おさらいすると、結構ボックス型で使いたいということで、まあ、この字型のミットにしていこうと思います。で、ポケット位置もご指定いただきまして、ポケット位置が、このウェブからのこの真ん中からちょうど降りたところのここですね、ここを中心にポケットを作ってくださいというご要望でしたので、まあ、それに準じてやっていこうと思います。それではね、今回こちら SF1 を使って片付けやっていきます。で、こちら軟式用のミットなんですけど、まあ、通常のミットより多分かなり硬い部類のミットになると思うので、結構揉み込みがね、必要だと思うんですけど、まあ、この動画を撮った後もちょっと揉み込んで叩いてっていう形でじっくり型をつけていこうかなと思っております。キャッチャーミットに関しては、やはり最初の型をある程度、まあ、グラブほどは柔らかくはしないんですけど、ある程度揉んだ後にやっぱ自身で使っていってね、だんだん慣らしていただくのが一番キャッチャーミットに関してはベストだと思いますんで、まあ最初のアシストですね、本当にをしっかり務めさせていただこうかと思います。うん、やっぱり片付けしている感じやっぱ結構硬いので、まあ以前にご紹介した金目ミットほどではないんですけど、がっちりとしたね、がっちり感、がっちりとしたがっちり感はおかしいですね、しっかり感っていうのはすごく
あるミットだなと思いますんで、結構これ長期戦になると思いますけど、ちょっと頑張っていきたいと思います。そしたらポケットも同時進行で叩いていこうと思います。ポケット位置を押していただいてまして、ここですね、ここでつけます。なのでここを中心に叩いていきます。はい、ということで今ちょっと揉んで叩いてみて、これぐらいまだ全然閉じない感じなんですけど、まあこの感じで進めていけばいい感じにはなると思うんで、このまま道筋はできたかなっていう感じがするので、まあひたすら硬いミットなので、ちょっと時間をかけてじっくりやっていこうかなと思います。で、まあキャッチャーミット、自分が意識する点としては、ヒンジから、ここがヒンジ入ってると思うんですけど、この線とこの線、この一番下とこの一番上のこの2本線ですね、ここから、外側を柔らかくしていく感じで、真ん中のラインをキープしていつも肩をつけております。で、あとはまあこの湾曲具合ですとか、ここのね、湾曲具合だったりとかも、まあ、大体調整するんですけど、最初の段階でこれちょっと親指が曲がってる感じで、まあ、上がってきてるので、これはあんまりいじんなくてもいいかなと思います。ただスタンダードにシンプルに丁寧に大胆に豪快に肩つけていこうかなと思います。それじゃあ、ちょっとね、完成形というか、まあ、結局どうなったかっていうのを皆さんに見ていただこうかなと思います。はい、ということでキャッチャーミットの肩付けが終わりました。肩の感じがこういう感じに、まあ顔をね見せるとこういう感じになってます。で閉じるとこういう感じで、今回は仕上げました。横から見ると分かりやすいかな、こういう感じですね。まあ結構この字型になるように、今回は箱型っていうんですかね、この字型になるように、まあ、ここで両方でしっかりつかめるように肩をつけました。でキャッチャーミットに関して、まあ、自分が思ってることなんですけど、キャッチャーミットに関しては、まあ、今ねこれぐらい閉じる感じで、結構ちょっと皮が硬さはあるんですよね。でやっぱりキャッチャーミットっていうのは、 ある程度ご自身で数取ってもらって、まあ、これでねこれぐらいでいけるなっていう状態にですね、持っていってもらうことが、まあ、理想なんじゃないかなと、まあ、個人的には思ってますんで、あまり柔らかくしすぎるっていうのはあんまりしないようにしてます。まあ、ご要望があればもちろんもっと柔らかくしたりするんですけども、まあ、今回はボックス型とポケット、ここっていうご指定、ここですね、ここで取るっていうご指定でしたので、まあ、そのように肩をつけさせていただいたんですけども、まあ、キャッチャーミットに関しては、まあ、ある程度最初のアシストさせていただいて、あとは数取ってもらって、仕上げていただくのがいいかなと思います。で今回のこのミットなんですけども、まあ、普通の軟式ミット、まあ、自分Z の軟式のキャッチャーミット何個か触ったことあるんですけど、その中でもダントツで硬いミットになると思います。
かなり揉み込んで、今こういうこれぐらい閉じる状態、動画だとちょっと柔らかく見えちゃうかもしれないんですけど、割と固めですね。まだ軟式だとちょっと怖いかなってぐらいなんですけども、まあ、かなりね、こことこっち親指側しっかり揉んで、ウェブは特にいじってないんですけど、しっかりボックスということでこういう形でつけました。まあ、色もかなり鮮やかなカラーリング、これレッドかレッドオレンジかちょっとわからないんですけど、すごい、ね、配色もおしゃれで、これを使ってるキャッチャー絶対うまいだろうっていう配色なんじゃないかなと思います。ということで今回は Z プロステータスのボーダーキャッチャーミットの、片付けでした。またこれもインスタグラム掲載させていただこうと思いますので、インスタグラムのチェックもよろしくお願いします。合わせてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではさよなら。